はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでトラビットさんですね。はい、いつもありがとうございます。ボーマンメガ2つとトップスクロームのプラチナム1つ。で、先にメガの方がカートに入っていたので、こちらから先に2箱開封します。で、ちょっとはい、慌ててます。多少は慌ててます。ちょっとこれ動画アップして、よいしょ。で、こちらのメガの方はこの2パックですね。メガの限定パックだけ開封します。で、こちらのペーパーベースとクロームが入っている方は未開封でお送りします。このままね。よいしょ。トラビットさんぐらいまでかな。ちょっとこの後、用事もあるので。よいしょ。はい。アルバレスですね。去年のルーキー。で、バンカータールーキーね。で、ちょっと色ついてたよね。いきます、せーの。よいしょ。お、タヌさんよかったよかった。お、99シリーズだ。おー。今日ちょっと山本さんも引いたし、ちょっと大谷さんも引いたしね。ちょっと今日、店長来てるから。はい。今日はいい商談になるかな。どうでしょう。はい。ね。この業界ももういろいろ動いてますからね、今ね。ガラリと変わってくるんじゃないですかね。ドミンゲス。お、タニさんも来た。ベースも来ましたね。あ、すごいな。で、インサートラファエルさん。マシン君ですね。で、デイビス。はい。いきなり大谷さんだ。すごい。よいしょ。やりましたね。これは。結構人数いるんですけどね。はい。ただもう、この製品ね、運ゲーでしょ？引きゲーでしょ？ただの。引き運ゲーでしょ？はい。じゃあこちらも。で、ですね、こちら、よいしょ。はい。一つにまとめておきますね。一つ入っちゃうんで。動画アップしてる時間考えると、トラビットさんぐらいまでかな。早めに終わればまた戻ってきてと、ああ、ちょっと無理かな、明日かな。ちょっと明日もまた、はつり作業があると、あれがなんで、明日も、ちょっと5時ぐらい来て、仕事すっかな。デリュージョンズ。はい。ホセロド。セレステ。よいしょ。日中が本当もうできないですよ。ガッ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 。一回でやっていくから。はい。カラスさん。セスペデスさん。はい。カミちゃん。インサート。で、アイザック。ネイラーですね。はい。ちょっと2箱目は、はい、インサートのみでしたが、1箱目で、大谷さんのベースも出すの結構大変です。それとシリアルが来ました。99。100シリ以下の大谷さん引くの大変でしょ？ねえ、この辺だと結構メガとかってどうだろう、5万箱かそこらはあるんじゃないかな。もうちょっとあるかもしれないですね、価格的に。よいしょ。でも90年代のね、ボックスってだいたい30万箱から40万箱ぐらいあったんですよね、当時は。一つのプロダクト。ただもう、コレクターも、まあメーカーもそんなにブランド出さないんですけど、まあお客さんも同じ製品を何回も買う。ね。よいしょ。まあメーカーさんはそれを見越してこう売ってる、作って売ってるっていう感じで。で、そこで、まあ、やや限定生産数的な、パーデックさんが SP というブランドね。ショートプリントの SP というのを、まあ、やや落とした生産数で出した。まあ、それが大人気になっちゃう。うん。よいしょ。はい、じゃあ行きます。余談でした。はい。うん。これ、バリエーションとか、ひっくり返ってるやついいんだね、たまにね。あとは、ちょっと、サインを見逃さないように。はい。
はい、ヨバルディさんですね。ここだ。100シリ。シリアルは6枚ぐらい出てくるって感じですよね。あ、もう一個だ。はい。ウィルマイヤーだ。おー。久しぶり。199。ウィルマイヤー。相変わらず素手でバッと持ってますね。よいしょ。マット・マクレイ。シリアル。あ、サインかな。下白い。セール。サインだ。お、ジム・エドモンズ。いいっすね。はい。いやー、懐かしいですね。ジム・エドモンズ。かっこいいっすね。はい。よいしょ。やっぱね、ティム・サーモンとか、エドモンズとか、まあ、バグエルとかね、ゲレル・オヤジさんとか、お、ベンチさんがリフ。いろいろこうね、個性強いキャラいましたけど、エドモンドさんも渋かったっすね。よいしょ。マット・ウィリアムスとかもね。お、ミュージアルさんが X フラクターでした。はい、アブさん。これもジャンボパックで、あ、シリアル。お、ガンナー。ね、ルーキーですから、OK ですね。はい。ガンナーのシリアル、ね、あ、吉田さんいました。か、サイン引ければ全然 OK ですよ。ん？黒？性能。黒？お、10シリだ、マックスフリード。黒見てないなぁ。ね。10シリ来ましたね。はい。黒が10なんですね。で、赤が 5? で、スパフラなのかな。結構やっぱり、あ、ジャッケロイス。小シリ出やすいですね。まあ大体なんか金以下が8割ぐらいでこう、1枚ぐらいは引っかかるような。エアロット。499。感じでしたけど。コディ・トーマス。トム・グラミ。あと3パックですね。はい、お、ルーゲルク。あれ、ルーゲルクあんま見ねえぞ。なんかいるんだよね、ショートプリントが、ベテランで。毎年いるよね。今年誰なんだろう。なんか結構出にくいやつってあるよねって、ボーマンメガのボックス見ても関係ないよね。前なんだっけ？前あったよね。今年もあんのかな？あ、ゴールドも来てる。よいしょ。あ、ルキーですね。はい、ブランドンさん。50シリですね。あ、じゃあ10と50が出たんですね。499スタートのプロダクトでも、こうやって50シリ以下ぐらいのが、まあ大体出てくるようなイメージですからね。他の499どこ行ったのっていう。ちょっとはい、疑問にも思うんですけど。まあ誰もが思いますね、うん。シリアルもちゃんと出ましたね。6枚ぐらい来てる。ちょっと待ってね、今。これはもうちょっと片付けて梱包してすぐ動画アップして、ちょっとスーツビシッとベストに着替えて今日は。
まあ店長がこの業界から去ったら、かなり厳しくなると思いますけどね、多分。はい、カスタマー側からすると。まあ出費はね、はい、確実に増えていくと思います。はい、6枚シリアルと3位ですね。はい。で、ガナ来ましたね。うん。で、10シリと50が出ました。で、こういうシリアルの出方をして499が1個だけっていう。ね。はい。面白いですよね。あ、2個か。うん。だよね。まあ、それでも、なんかおかしいよね、やっぱね。はい。シリアルも結構まばらにちゃんと出てくるような感じですからね。はい。じゃあ、ちょっと急いでコップして、今日出荷します。ありがとうございました。